辻原実は、三重県出身の人物。軍家、戦友の遺骨を抱いての作詞者である。1917年生まれ、三重県立寺山、田中学校卒業。作家、吉川英治の青年運動に参加。1937年、大日本帝国陸軍、この F 表第一連隊に入隊し、家中、カナン、フランス領インドシナタイマレーと転戦する。 1942年のシンガポールの戦いの後、戦友の遺骨を抱いての死をしたためた手帳を原義明に手渡した。軍の宣伝班の計らいで曲がつけられ、人中新聞、建設戦史場に発表されると、たちまち全軍に流行した。戦後は郷里に帰還し、三重県滝郡に石垣城田村の収入役を3期、務める。 1974年11月1日から1992年3月31日まで、二見沖玉神社の神職を務めた後、幸せの宮野宮司に就く。全国愛農会文化部長、三重県作詞作曲家協会会長、日本縄文の村協会会長、戦語り部の会会長を歴任。2005年死去。戦友の遺骨を抱いて下避いずれも、辻原未玲名義による。 ありがとうございます。